耳から覚える日本語能力試験語彙トレーニング N3 クラスメートクラスメートと仲良くするグループ3人のグループで旅行をするチーム私たちのチームが勝った プロフェッショナルプロプロのサッカー選手になりたいアマチュアアマこの絵はアマチュアの作品とは思えないほど素晴らしいトレーニング勝つためには毎日のトレーニングが必要だ マッサージ、頭をマッサージしてもらうと気持ちがいい。アドバイス、後輩に仕事のやり方についてアドバイスをする。アイデア、アイデア、いいアイデアが浮かんだ。トップ、 彼はクラスでトップの成績だスピード運転手さんもう少しスピードを上げてくださいラッシュ年末年始は規制ラッシュでチケットが取りにくいバイク ヘルメットバイクに乗るときはヘルメットをかぶるコンタクトレンズガラスボールをぶつけて窓ガラスを割ってしまったプラスチック プラスチック製品は生ごみの中に入れないでくださいベランダベランダに洗濯物を干すペットアパートなのでペットが飼えないベンチ公園のベンチで休む デザインあのドレスは色もデザインもいいバーゲンセールバーゲンセールデパートで今バーゲンセールをしているパート 母は週3日、スーパーでパートをしている。コンビニエンスストアコンビニレジスーパーでレジのアルバイトをしているレシートレジでお金を払ってレシートを受け取る インスタントインンスタント食品は便利だファストフードそばは江戸時代のファストフードだったフルーツ暖かいところにはいろいろなフルーツがあるデザート デザーートにアイスクリームを食べる。インターネットインターネットで世界の環境問題について調べた「チャイム」授業が始まるときチャイムが鳴る「アナウンス」電車の中でアナウンスを聞く。 メッセージ留守番電話にメッセージを残すパンフレット旅行会社でパンフレットをたくさんもらってきたカードインタビュー 勝ったチームの選手にインタビューするアンケートアンケートにご協力くださいデータ研究のためにデータを集めているパーセント パーートナーあの人は仕事のいいパートナーだリーダーグループのリーダーを決めるボランティア老人ホームでボランティアをしているコミュニケーション 同僚とは十分コミュニケーションを取ったほうがよいユーモアユーモアがある彼はクラスの人気者だショック彼女に他の恋人がいてショックだったストレス ストレスがたまったときはカラオケに行くバランス栄養のバランスがいい食事をするレベルマリアさんは日本語のレベルが高いアップ時給がアップした ダウン給料ダウンで生活が苦しいプラス真面目に働いていたら時給が20円プラスされたマイナス今月の収支はマイナスだったイメージ 私はこの曲から広い海をイメージしたコンテストスピーチのコンテストで優勝したマスコミマスコミュニケーションこのニュースはマスコミに注目されている プライバシー現代社会では個人のプライバシーが守られないことが多いオフィスルールサッカーのルールを覚える。 マナーフランス料理のマナーは難しいミス試合でミスをして負けてしまったスケジュール今週のスケジュールを確認するタイトル タイトルをよく見てから文章を読むテーマこの映画のテーマは愛だストーリーあの映画のストーリーを教えてくださいヒット あの歌詞の新曲はヒットしているブランド海外でブランドのバッグを買ったレンタルこのスーツケースはレンタルだリサイクル古くなった服を リサイクルに出したラベル瓶のラベルを剥がしてリサイクルに出すタイプこのクラスにはいろいろなタイプの学生がいるスタイル彼女はスタイルを気にして ダイエットしているセットテーブルと椅子をセットで買うウイルスこの病気はウイルスによって起こるロボット子供はロボットのアニメが好きだ。 エネルギー地球ではさまざまなエネルギーが不足しているデジタルデジタルの時計は見やすいマイクマイクロフォンみんなの前でマイクを持って話す。 ブレーキ、ブレーキを踏んでスピードを落とした。ペンキ、壁のペンキを塗る。